こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、食玩ベースです。はい、食玩フィギュアのディスプレイに最適。まあ今までこういうのはなかったですね。この食玩フィギュア、まあ専用とは言いませんが、まあいろいろとね、ディスプレイができると。まあバンダイからは、まあディスプレイの台座としてはね、まあガンプラの方でね、いろいろ出てますけども、まあちょっと食玩のサイズとしては合わないと思うので、まあ、このサイズをね、小さくしたこのぐらいの大きさで発売されたんだと思いますけども。まあ、食玩のフィギュアでもね、まあ、台座がついているものはいっぱいありますけども、まあ、ついていないものもね、まあ、多いので、まあ、このようなものが出たんだと思いますけどもね。はい、このように。まあ、いろいろとね、組み合わせて、いろんなシチュエーションに合わせて、ディスプレイができるということなんですけども、パーツの方はね、このパーツですね。このパーツがビル、メカニカル、岩の3種いずれかが付属ということで、どれが入ってるかわからないんでね。まあ複数買って集めなくてはならないんですけども。なので今回ですね、3箱買いまして、まあ被ったらね、ちょっとあれなんですけども。まあ一応この3種類出ればね、いいかなと思うんで、まあとりあえずこちら1個開封してですね、まあどのような組み合わせ方ができるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。それではまずこちらね、開けていきたいと思います。はい、ということでちょっと透明なので見にくいですけども、セット内容このようになっております。はい、この台座ですね、ベースが1枚入っていて、そしてこのストラクチャーパーツ、これが2枚、まあ、1枚はこういうね、まあ、クリアで、でもう1枚がこの、今回はビルのストラクチャーですね。はい、そして、支柱が2本、まあ、組み合わせる感じですね。そしてこれがで連結パーツ、そして各種このジョイントのパーツと、あとこの挟み込むパーツですね、こちらがあります。はい、そしてガムが1個ついております。まずはですね、このストラクチャーパーツをここに取り付けて、今ジオラマのようにね、組むわけなんですが、ここにジョイントがあって、このようにちょっときついですね。はい、このようにジオラマのようになりますね。で、これを縦に連結することもできて、で、その時に使うのがこのストラクチャー連結パーツですね。これを真ん中に挟んで、このように繋げると縦に連結することができます。で、あとはこのランナーの方をね、全部外しまして、はい、こちら支柱の方は2本あるんですけども、まあ1本ずつ使うっていうのとね、まあ、高さを出す時にこう2本組み合わせて、このようにね、使うっていうのが、あるんですけども、この支柱を支えるね、このパーツ、はい、このようにですね、ジョイントできるように、まあ、1本ずつ使う場合はこのようにね、上と下につけるんですけども、2本でね、使う場合は、ここは支柱がはまるので、もう片方にこのね、ジョイントをつけると。はい、今回は2本使ってですね、このように高さを出すような感じでやってみたいと思いますので、もう1個のこの、土台のジョイントは余りますね。で、これを土台の方につけて、そしてこの挟み込むパーツですね。これを作って、はい、このようなものができます。で、このジョイントなんですけども、ここが3ミリジョイントになっているので、まあ、双胴とかね、小胴とか、まあ、腰の後ろにね、穴が開いているものはこの3ミリジョイントでいけるんですけども、まあ、開いてないものはこれを使ってですね、腰のところを挟み込むような感じでディスプレイするようになりますね。はい。で、こちら完成したんですけども、パーツがまだ余ってまして、これは土台同士をジョイントするときにね、使うので、ちょっとまた後で使ってみたいと思います。で、まずはこのね、単品での使い方ですが、ちょっとこれね、今高さが出てますけども、一番わかりやすい使い方としては、双胴のね、まあ、無理している枠というね、
まあ、一体で完結するものに関しては土台がついていないので、他のね、土台を使ったりするんですけども、まあ、このヒューマギアもね、まあ、ジョイントが腰にもついていて、この背中にもありますね。はい、まあ、どっちを使ってもいいんですけども、まあ、とりあえずこれ今、挟み込むものがついているので、ここに挟んでみたいと思いますね。はい、このようにしっかりと挟み込むことができます。割とね、この挟むところがね、まあ、ジョイントが硬くなっているんでね、ギュッと挟み込んで固定することができますね。これはね、かなりぴったりこの腰のところに合っています。はい、でまあ、もともとね、これはジョイントがあるので、これは必要ないので外しまして、でこの後ろのジョイントに接続します。まあ、こちらの方がね、もうぴったりとはまるので、もうかなりね、動かして、まあ、このような、劇中ではありえないこのね、ライダーキックポーズをさせたりとかですね、自由なディスプレイができます。はい、ちなみに背中の方は、あ、背中の方もはまりますね。はい、ヒューマギアは結構いろんな形でディスプレイできますね。はい、ということで、他の2つも開けてですね、一応組み立ててみました。まあ雑ですけども、まあ、ストラクチャーの方はね、全部ビルでした。まあ僕としてはこの岩が欲しかったんですけども、まあ、この箱に写っている写真ではちょっと分かりにくいんですけども、まあ、一応メカニカルも岩もね、欲しかったんで、まあ、今後ね、また買うような機会があれば買いたいなと思ってるんですけども、はい。で、このようにね、組み上がったんですけども、でさっきの、このジョイントパーツですね。今、このストラクチャーのジョイントはね、このストラクチャー専用のジョイントパーツがあるんですけども、まあ、土台の方はね、このストラクチャーに直接取り付けたりですね、土台同士をつなげる場合は、こちらの土台のつなげるパーツがあるので、まあ、横につなげたり、あと横方向にもジョイントが出ているので、土台を垂直にジョイントすることができますね。で、もう一個のこのジョイントパーツなんですけども、ここにね、大きめの穴が開いているんで、これ多分5ミリか6ミリかだと思うんですけども、まあ、その辺の、まあ、大きめのね、ジョイントのパーツがあったら、それを取り付けることができますね。はい、ということで今回は食玩ベースをご紹介しました。まあ、食玩のフィギュアはね、まあ、僕はいろいろと買ってますので、まあ、ソードだったら台座はよくついてるんですけども、まあ、このようなね、ヒューマギアとか、あの無理している枠のものもたまにあったりするんでね、まあ、そういう時はね、台座がないのでちょっと寂しいなとは思うんでね、まあ、こういうものがあればね、ディスプレイする時もこういうね、ストラクチャーを使っていろんなシチュエーションを再現しながら飾ることができるのでね、とてもいいものだと思いますね。まあ今、ソードの方はね、まあ僕としてはね、飾っているわけではないので、まあソードはね、いろいろとこう、溜まっていってしまうので、ケースに入れてね、保存しているんですけども、まあ今後ね、まあ大々的にディスプレイするときは、こういうものを使ってですね、かっこよく飾りたいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。